一通り洗い終わった後は、先ほどお話ししたこれを開いて、この上の部分、これは威力も手で支えられるぐらい弱いですね。弱いけど、エアコンもあるほど強くもない。中は洗浄していくんですけど、洗い方は通常通りですね。ただ通常通り洗った後に、左右の風向きを変える羽は、手前までずらすことができます。で、洗い終わった後ずらしてみると、案外この上の部分とか裏面に黒いつぶつぶが残っていることが多いので、中通常通りつけて洗って外して、その裏側も洗ってっていう工程を挟んでいきますので、ちょっとやっていきます。中洗い、通常通り洗い終わった後は、先ほどお話ししたこれを開いて、この上の部分洗って、裏からの角度の部分、四角の部分ですね、洗って、最後に、これがついていた場所、上面も洗っていきます。で、洗い終わった後、全部終わった後なんですけど、最後下にもフェルトがついていて、なんかね、この綿の部分ですね、中にあった汚れが通過するので、ここにくっついちゃうんですね。ここも一番最後、もう洗うものがなくなってから軽く注いでいきます。ほんと軽くで取れるので、じゃあこんな感じで、これこのエアコンの吹き出し口の洗い方っていうことでした。はい、特にこの三菱っていうのは、最初に中の下ってお話ししたと思うんですけど、まず初めてであればダイキンの簡単な方のお掃除機の付けエアコンで、この次にこれやるといいかなって思います。結構構造はシンプルなんですけど、真ん中に基板があるっていう、そこそこ珍しい型なので、ちょっと経験になるかなと。ダイキンにも真ん中に基板ボックスが付いていることがあるんですけど、だいたい同じように配線をたどればそのコネクタが見つけられると思うので、ちょっと見ながらやれば、大機能掃除機能付けエアコンができればこっちもできるようになります。この機種の特徴は、特徴がないとこが特徴って感じですかね。特別やっぱり割れやすい爪っていうのはあるんですけど、本当にもう分解しやすい構造をしてて、洗いやすくもあるので、特別この機種にしかないものっていうのはないですね。大体何かの応用でこれができるようになって、これができれば応用して他の役ができるようになるっていう中間地点になるような感じの機種になります、非常に簡単で練習にはもってこいの機種かなと思います。マキタを選んでる理由はないんですけど、正直、有名でやっぱり大きい企業なので信頼性はあるので、まず初めに使ってみようとはなったんですけど、マキタのこの型を選んでる理由はあります。やっぱりよく現場仕事、外仕事とかで、これがもう少し短くて、この胴体が大きいタイプの、ザ・インパクトみたいなタイプの馬力がこれよりも圧倒的に強くて、エアコンリスで閉めてぴったり止められなかった時に、もうちょっと亀裂ができてしまうぐらい食い込んでしまったりするので、逆にボッシュっていうその電動ドライバータイプは威力が弱すぎて、本体が歪んでる時とか錆びてるリスだと耐えきらなくて、結局手回しで入れないといけなかったりとかっていう手間があるので、この中間がこれです。このタイプのドライバー、これは威力も手で支えられるぐらい弱いですね。弱いけどエアコンもあるほど強くもないっていうので、実際これでずっと回しっぱなしにしてもエアコンが割れないっていう試しはしてるので、これは僕は個人的にはこれいいかなって思います。
まあ、使いやすい使いにくいっていう人それぞれあると思うので、慣れている道具か、使いやすい手に合ったものを選べばいいと思います。